世界樹の麓で神器を探すクエスト入ってる？確かにそういうクエストは届いているが、世界樹の麓って言ったらイアール樹海か。本当にあそこに行くのか？最後の神器だけあってギルドの人も警戒モードだね。でもでも止められたって行くよ。何でも異常に活性化したモンスターが徘徊しているとか。まあ死なない程度に頑張りな。あんたらの幸運を祈ってるよ。うん、ありがとう。あ、なんか今日はギルドがやけに騒がしくない？なんかあったの？ネプチューヌちゃん遅れてる。死神が出るってみんな噂してるのよ。お化け怖い。ブルブル。死神？お化け？おい聞いたか？また出たらしいぜ。一人でダンジョンを歩いていたら例のボスに瞬殺されたって話だ。瞬殺？初心者が上級ダンジョンに突っ込んだだけじゃないの？それが今回は最初の山らしくてさ、どのダンジョンにいつ出没するのか今のところ全くわからないらしい。初見殺しのレイドボスでも実装されたのかしら？どんなやつなの？なんでもそいつは黒ずくめで目が赤く光っていて、見た目はまるで死神のようだとか。音もなく近づいてきて、気がついた時にはもう死んでるんだって。やめてよ。これから素材取りに行こうと思ってたのに怖くなっちゃったじゃない。おお、オカルト好きの私としてはちょっぴりそそられる話題ですな。まあプレイヤーを瞬殺してしまうようなとんでもない強敵がやはりこの世界にもいるんですのね。私心がワクテカしてしまいますわ。でも今までにそんな感じのボスはいなかったわよね。特定の条件下で解放されるサブイベントでもあるのかしら？全部ただの噂話でしょ。気にしない方がいいわ。気になるよ。そのうちどこかで遭遇できたらいいな。え、やだ、ブラブラ。ロム、そんなにしがみつかなくても大丈夫よ。私たちの実力を見れば死神の方から逃げていくわ。そうそう、それに逃げ出したって私が追いかけて倒しちゃうんだから。でもまあ、とにかく今は新規だよね。クエスト受けたら出発しよっか。